動画で撮ったことあるわ、このローソン、うん、この先にめっちゃ綺麗なフットサル場ができてる。あ、サッカー場なんか、フットサルじゃなくて、フットサルはこの横にあるんや。ここに次フットサル場があって、でね、右手にもね、でっかいサッカーグラウンドがある。なんかね、子供専用のサッカーグラウンドらしい。キッズサッカー専用のグラウンドができる、整備したんで。ちょうどね、オープン前で芝刈りしてる時があったけど、ここが、ちょっと夜だから分かりにくいけど。で、旗小屋が出てくるか。旗小屋って謎なんだけど、これホテルだよね。あの、長島行くとよくなる。ホテルに近いのかな。うん、あの、この間、あの、タチチョンで来たミゾン。ミゾンの中あった気がするな。あ、旗小屋入った。旗小屋じゃなかった。ただの旗小屋だったみたいな。あそこはだから 3人とかで、あの、いわゆる、あの、こんな感じのドライブ旅行とかを、とね、友達同士でやるよ、学生がさ、あの、やるような感じに、大学生とかが。で、使うんやったらめっちゃおすすめ。でも、近くのコンビニとかで飯買ったらいいや、みたいな感じでやるんやったらめちゃくちゃおすすめ。一人で使うと、結局、うん。結構割高になってくるのかな、部屋あたりの料金やから、うん、じゃなかったっけな。バイク部屋はないのか、あのホテルみたいな。あ、はない、うん、そう、その手のやつのね、利用もね、あれないけど、あるやん、今あの、何やったっけ、あ、名前が忘れした。あの、ユースホステルでもなく、うん、ルームシェアじゃない、ルームシェアじゃなくて、なんていうんやったっけ、シェアハウス、はいはい、うん、シェアハウスみたいなのやったら安く泊まれるじゃないですかっていうね、あれもあるからね、検討をね、してみることもあるんだけどね、言うてあんまりこっちのホテルないな。で、あと、おじさんやから、いびきかくからさ、おじさんだね、いびきかくからさ、なんか他の人に悪いなーって。結構ね、ここ歩いたな。次駅から新郎駅まで歩いたんやね。あ、歩いたの？歩いたよ。しかも途中で道間違えて全然違うところ歩いとったしな。確かに次越したらもうね、一直線だもんね。うん。いや、線路が見えてきて、ふと、あの、行き先を見たらさ、俺はほやで新戸駅に向かっとるから、進行方向に行く電車が、ほやで、鴨行きでないだかいいよ、うんうん、なぜかさ、進行方向に行く電車がさ、亀山行きってなっとって、はっって地図を見たら思いっきし道間違えたらいいよ、ぐるーっと回ってそのまま逆方向に歩いて、次方向に歩いとって、なかなかの方向ですね。やらかした、うん。あ、そう、これ新戸駅の前の大久保だ。ここまで来るとあれなんだよね、西になるんだよね、うん、それが。あ、ここにも雪松餃子の無人販売所、うん、増えたね、餃子増えたね。まあ経費がかからんから、ローコストでできるから多分強いんだろうね、そこが。問題はあとはどれぐらい売れるかだろうけど、一人暮らしだとちょっと量多いんだよな、これ。そうね、まあまあめんどくさいやん、冷凍のやつを、うん、あ、これも、もう駅、そう、これ新戸駅、うん、こんなに駅沿いなんだね。そう、ここはね、アクセスはいいよ、うん、まあ、こっからしばらくはね、全然、うん、どうってことない道やからね、生活道路だ。たまに間違えてやっちゃうのがさ、あの、このままあっちの京都の方に、の方に間違えて行っちゃうことがある。あの、南山城とかあっちの方に行ってる。南山城の道の駅もいいけどね。
抹茶とか行かないな。めっちゃ抹茶ソフト美味しかったよ。なんか西日本で1位取ったのかな、食べるかなんかで、なんて言ったんだっけ。あ、そうだ、あれだ、まだ観光でやってた頃で、大和さんと結婚式かっこ仮にするっていう動画を撮るために大和神社に行きまして、あ、大大和神社か、神社名は天理市にある、うん、朝の4時から行きって言ったらまだ空いてなくて、で、あの辺り奈良の辺りぐるぐる回ったんや。で、帰りにちょっとルート変えようと思う、南山城村の方から行ったもんで、ここは何、宇都宮駅、地元の方に愛されてますって感じであれやな。この辺りは国道動画的には全然つまらなく感じでな、普通に走りやすい道やからね。お、すごいとこに止まる。暖房を切ると横が曇ってくるな、正直。とはいえ暖房をかけとるとまんま頭のあたりが熱くなってくる。暑いよね。難しいの。もう言ったうちに市街地の方で入ってくるもんな。3年ぐらい前なんです。あ、あの牛トラ、そっか、あそこにジョイシティがあったんか。うん、わ、牛トラは行ってるわ。全然気づいてなかった。あれ、こんなとこ牛トラあったっけと思って。はい。伊賀に牛トラあったっけと思って入ったら、あ、楽しいなと思って。うん。そこジョイシティだったんです。マジか。全然気づいてなかった。伊賀は言うてちょいちょい来とるのに、なんでだ。ジョイシティ懐かしいな。なんかエレベーターのことくやったよな。あ、もうお前じゃないな。まあ昔のさところはさ、あのちょっとあの店内が見渡すようなエレベーター多かったやん。あ、なんかそんなようなエレベーターが入っとったような気がする。突き抜けが、そうシズルっていうか、あの吉津屋の古い店。はいはいはい。相当な居抜きしたね。
でも居抜きはね、いろいろと見てきたけど、あれさ、金末さ、はい、最近名古屋市内で居抜きした？どうだろう、港区の木場に作ったぐらい。そう、そう、それだ、木場だ、うん、それは確かチャレンジハウスだったと。そうだ、チャレンジハウスだ。はい、そうです、うん、はい。いや、この前、市バスに乗っとったらさ、カネスがあったもんさ、あれ、こんなとこにカネスがあったっけと思ってさ、はい、うん、いや、でもスーパーはあったなと思って、あれ、でもそんな前からあそこはカネスやったはずない、市内でほとんど作ってなかったんやで、うん、あーと思ってさ、それチャレンジハウスや。あ、確かね、もう今年、つい最近だったか、うん、江南市にさ、チャレンジハウス江南であったじゃん。あれも今潰れて、あれの跡地に金星が金星入るんだ、うん、でそもそもあの山中がもうチャレンジハウスを確か去年やめてるんだよね。チャレンジできやんかったからな、まあ、あのネーミングからしてもうダメダメしてるところだったけど、だってその割には価格チャレンジできてなかったからな、もう正直言うけど、あれね、ザ・チャレンジハウスだもんね。うん、そう、ザ・チャレンジハウス何かサーカスやけど、最初に行ったのが、あの、え、鈴鹿、鈴鹿やったけど、ドンキの横、伊勢山、うん、あの、ところ行ったけど、惣菜コーナーも、ちょっと頑張った山中なんだよな。だったらフランテでよかったんじゃねえと思いながら。まあ、あの、結局ね、もうそのフランテとなっちゃったけど。うん、山中とフランテ、カウントフランテ、うん、あそこもそのコンセプトの違いが、分かりにくい一号館の話じゃないけど、うん、ところではあったからな。あそこまだアルテっていうね、屋号も残してですね、津市町がそれです。ああ、そっか、まだアルテ津市町があるから、あそこ山中とアルテだから医療品も扱ってるね。そうだね、うん、山中は、まあ正直ずっと、まあ完全に他の他社さんに家紋に咲いてる感もあるからね、青木スーパーとか、うん、まあ愛知県は言うてスーパーの競争が激しいの激しいからね。で、もともとうちは揉めって言ったらあれやけど、名古屋の企業が名古屋でどれだけしのぎを削るかっていうところやったのに、うん、結構よそからいろいろと入ってきてんや、うん、まあ平和堂しかり、大久保しかり、平和堂もやし、大久保もやし、なんならちょっと昔の話をしたらマックスバリューだってさ、はい、チューブは三重やったんや当時、うんうん、三重のチューブと、はい、静岡の東海が、はい、お互いがシェア取りで、うん、名古屋に出店したから、うん、あれ、東海も名古屋に出してたの？うん？出してたよ、実は出してた。なんか自分の中であやふらない、あやふやとか、うん、松坂屋ストアが、うん、マックスバリュー中京っていう、そう、中京になったよ。あれってどこが好きしてたんだっけ？マックスバリュー中京は最終的に東、中部に、合併される形になったんだけど、うんうん、だからあの時期、ほんと愛知のあのマックスバリューややこしくて、マックスバリューチューブが出しました、はい、でマックスバリューチューブが買収したマックスバリュー名古屋が あったね、やっと名古屋、長谷川、マックスバリュー名古屋、うん、マックスバリュー名古屋があって、うん、でそこにそのあの正木さんがやったマックスバリュー中京ができて、で静岡からはマックスバリュー東海が仕掛けてきて、うん、なんならその頃まだイオンリテール直営のマックスバリューが残っとったり、はい、イオンがあるやん、うん、だからね、あの一時期ちょうどそのごっちゃごっちゃやった時期の豊明とかで仕事しとった時期があるんやけど、豊明やとあの新聞広告が入ってくるやん、うん、だから何店っていう時に丸々店丸々店丸々店ではこのセールは行っておりませんので、ぜひこちらの店にお越しくださいって書いてある、うん、なんでかなと思って見てみた。これはマックスバリューチューブの広告やから、あれはややこしかったね。もうだってあれひどかったのがさ、マックスバリュー名古屋さ、うん、イオンカード使いやんかったよね。あ、そうなんだ、うん、まだナフコのね、旅行残ってたからね。そう、
まだその移行途中っていうことではあったんだろうけど、うん、マックスバリュー入ってさ、うん、普通にさイオンカードで開票しようと思っとって、そんな頭にないやん、ま、イオン系列のところイオンカードが使えないなんて頭なかったからさ、なんもさ張り紙も全然見てなくてさ、うん、プッて支払いしようと思ったら、すいませんうちイオンカード使えないんですよって叫んで見てみたら入り口に確かに貼ってあったわ、当店のイオンカード使いません、そうまだ本当何個からとりあえず看板だけ買いましたっていう状態だから、本当に看板だけ買えたんだろうね、まだレジシステムとかが全然入れ替わってなかったみたいな。何これ、ブラジル料理屋さんなんだ、それまたなんかディーラーの犬だね、ねめちゃくちゃ高ローラやったっけ、うん、あ、横綱あれはあれ、これなんか横綱ないかな、でもなんか横綱っぽいよね、あ、雷々亭だ、あ、そうなんだ、うん、それあるあるではあるね、あの雷々亭の看板と横綱のラーメン横綱の看板は夜見るとどっちかどっちかちょっと分かりにくい、同じ黄色で同じようにラーメンって感じ、ね、あ、もうこの辺世界線、この辺りはもう今からどんどん流れてくる、カラコナシになっておるの、なんでこんなゆっくりずっと進んどるんやろ、後ろか、今も社名はヒンドル残っとるんやな、え、どうなんだろう、いや社名ではあー、そっか、確かにそうだね、まだ海洋の、ね、日永海洋とこは秋の枝ね、初めて行った時は秋の枝だったもんな、あれも歌詞もあれか、なんか新しい書き換え通るよな、ね、山田電機も迷走してるからね、でもしかも買いましたよ、100万嘘買った450円で買って今390円です、おーっと6000円損してます、いやいや本当に右肩下がりだよ今株が、なんで買っちゃったんだろう、あの1000円の、1000円の株主優待のためにね、6000円の損してダメじゃんダメじゃん、だからね、思い知った、優待、優待で、それじゃなくて、あの、配当こそが最大の、最大の優待です、